結論から先に言う、英語っていうのはイコールの関係なんですよ。イコールどういうことかというとね、例えば何をしてますかって言うんですけど、普段は何をしてますかって言うんです。もう英語でなんで一人なのか、私3つあるんですね。ありますね、この3つなんですよ本当に。で、一番軽視しやすいのが単語がわからない。聞き取れる言葉っていうのは基本的だからわかんないじゃないですか。うち来てる生徒もそんな、ほとんど生徒はそうなんですけども、単語つまみでコミュニケーションを取ります。海外で。もう大体そうなんですよ。単語つまみで。片言で。だから結構文が作れないんですよ。じゃあどうしたらいいかというと、ものすごく簡単で、ね。